赤ちゃんの遺棄ゼロを目指します。経済的な理由で病院を受診できない妊婦のために千代田区の NPO 法人が無料で検診や出産支援を受けられる事業を始めると発表しました。赤ちゃん遺棄という悲しい事件を防ぐために新たに無料産院事業を開始、全国化を目指すことを発表いたします。後を絶たない赤ちゃんの遺棄や虐待事件、その背景には望まない妊娠や経済的な理由などから子どもを育てることが困難な妊婦の存在が指摘されています。病児保育事業など子育て支援を行っている千代田区に本部を置く NPO 法人フローレンスは、病院に受診に行けなかったり検診や出産費用が払えなかったりする妊婦を支援するために無料で検診や出産ができる無料産院の事業を明日からスタートさせます。フローレンスが経済的に困窮している妊婦などの代わりに提携先の病院に検診や出産費用を支払う仕組みで、その費用は寄付によって賄われます。現在提携を結んでいるのは京都府の第二足立病院だけですが、駒崎代表は無料産院の全国化を目指す考えです。今後は提携先の医療機関を増やしていって全国の妊婦さんと赤ちゃんの命を救えるように広げていきたいというふうに考えております。この取り組みにですね、ご賛同いただける分娩施設を持つ医療機関を今年度中に順位を目標に全国から募集したいと思います。